最後まあ催すことになった、まあ、あの皆さんで今聞いてすぐに覚えるということはできないと思いますけども、口ずさむ程度に、まあ、覚えていただいてですね、後々までこういう歌が君らにあったんだよということを、まあ、語り継いでいただきたいなというふうに思います。うちの父はね、確かに炭焼きやってたんです。お年取る時はよく歌を歌ってました。亡くなってしまうのも惜しいって、亡くなる前、病床、ベッドの上でね、言われたんですよ。で、私も歌は好きなんですけど、歌えなかったんです。ただ今聞いてたら、やっぱり聞いた覚えがあります。なんかこう思い出しました。すごく嬉しいです。もうね、こんなに集まってくださると思ってませんでしたのでね、感激してます。ものすごい喜んでると思います。もう命かけてましたから、この歌にね。たくさん集まってくれると思わなかったんですけども、まあ、30年ぶりにねこういう歌が掘り起こされて、私もまあちょうど暇なかったもんですから、まあ、なんとかそういう機会に恵まれてみんなにこう紹介できたのが非常に嬉しいですね。君だのね、やっぱり先人が築いた、こういう素晴らしい歌をみんなが知らないでね、で言ってもしま、申し訳ないなという気持ちがいっぱいなんですけども、まあ、それをこれから、まあ、後に残されたね方たちにどんどんとこう伝えて、それがずっと伝わるようにね、考えてます。